王者マリナーズとの3連戦。徳地はいきなり1番2番打者を敬遠する。さーて始めようか。徳地プレーボール早々意表をつく2者連続敬遠でいきなりノーアウト1、2塁の大ピンチ。これはまるでこの後のマリナーズクリーンナップを三者凡退に抑えてみせると宣言してるみたいですね。なあ、何考えてんだよあいつは。この徳地の挑発ともいる敬遠にマリナーズ今和の監督も無然とした表情。大した自信だ。パパに感心してる場合か。3番レフトトマス。トマス、その思い上がりの鼻っ柱を消し折ってやれ。特地の試合をチェックしたスコアラーは奴の球種はストレートのみだと言ってる。だがいくらズバ抜けた投球センスがあるとはいえ、ストレートだけでプロのバッターを抑え続けられるわけがない。きっと何かあるはずだ。特地の球には。ボール、これでカウント2-3。トマスはその後も臭い球をファールして8球目まで粘る。けっ、あの程度のピッチャーに追い込まれやがって。いや、そうじゃない。ん？初対戦の特徴を知るために8球も投げさせたんだ。確かに素晴らしい制球力だ。しかし平凡なストレートばかり。なぜ誰もこの男を打ち崩せない。特徴、トマスに対し9球目投げた。甘いコース、ストライク、バッターアウト。へ、結局あんな甘い球を空振りかよ。徳地、3番トマスを三振でまずはワンアウトを取りました。信じられん、甘いコースのストレート確かに捉えたはずなのに。徳地と対戦したフィンガーズの岡部は奴の球をまるでボールがバットから逃げていくようだと言ったそうだ。まさにそんな感じだ。あれはただのストレートじゃない。4番ブルックリン、甘く入った初球を簡単に打ち上げてサードフライ、これで2アウト。さあ、ついにこの男の登場です。高見です。5番サード高見登場です。現在打率4割4分1厘とリーグトップの高見。対する徳地もプロ入り以来ここまで無失点を続けています。天才打者対驚異の新人投手、注目の初対決。第1球、ストライク。徳地いきなりど真ん中の甘いコースに放ってきました。こいつ、俺が一球見ようとしたのを見透かしてわざと甘い球掘ってきやがった。ストライク。徳地、高見をツーナスイングと追い込んだ。球速は125キロ程度、こんなものなのか。徳地、第3球。奴は遊ばない、必ずこの球で決めに来る。投げた。ど真ん中、読み通り。うん、ストライク、バッターアウト。おっと、高見バットを引いた。見逃し三振。徳地、マリナーズクリーンナップを退けました。おっと、徳地、天才打者高見を打ち取ったにもかかわらずなぜか無然とした表情。これに対し三振した高見は笑っています。ナイスピッチング。ギリギリで打ち気を殺しやがった。え？あの高見ってやつ、想像以上に立ちが悪い。1回裏、リカオンズの攻撃は三者凡退。2回表、マリナーズ先頭打者上野、空振りの三振。たく、なんでストレートしか投げられないクズピッチャーを打てないんだ。ストレートしか投げられないんじゃない。え？特地はあらゆるストレートを投げているんだ。あらゆるストレート？どういう意味だ。
そもそもストレートってなんだ？ん？ストレート、力学的に言えばボールに縦回転を与える球種のことである。与えられた縦回転によりボールに揚力が生じ、ボールはまるで重力に逆らうかのようにまっすぐに進む。プロのストレートはバッターに届くまでにボールが20回転すると言われる。回転の良いストレートほど打ちづらく、逆に回転の悪いストレートは打ち頃の棒球になりやすいという。それと特殊のストレートが打たれないこととどう関係があるんだ？あいつボールの回転数をコントロールしてるんだ。バカな。僕も目を疑ったけどね。さっきの打席、初球2球と何の変哲もないストレート、回転数はおそらく17、8回転。ところが3球目のストレート、投げてからベース上を通るまでたった3回転しかしていない。3回転？並外れた動体視力の高みが言うんだ。間違いないだろう。低回転ストレート、おそらくスナップの利きを極力殺してボールを押し出すように投げる。それまでの平凡に見えるストレートはいわばおとり。その軌道が頭に焼き付いてしまうと、沈んでしまう低回転ボールはバットの下をくぐる。そうか、それがバットから逃げるボールの正体。もっと怖いのは奴がそれを